Ubuntu m メイトはフリーでオープンソースな Linux ディストリビューションで Ubuntu 公式の派生品である。Ubuntu との主な違いは標準のユーザーインターフェースに GNOME3 ではなく GNOME2 を元に作られたメイトデスクトップ環境を用いていることである。Ubuntu m メイトプロジェクトはマーティン・ウィンプレスとアラン・ポープによって設立され Ubuntu の非公式な派生品として始まった。 最初のリリースでは、Ubuntu 14.10がベースとして用いられ、14.04LTS をベースとしたリリースが続いて、すぐにリリースされた。2015年2月には、Ubuntu Mate は 15.04β1 のリリースにより、カノニカルから Ubuntu の公式な派生品として認められた。当初からサポートしていたプラットフォームである IA-32 と、 X86 から64に加え、Ubuntu Mate は、PowerPC と ArmV7 をサポートしている。2015年4月には、Ubuntu Mate は、英国のコンピュータ販売業者である EntroAir との提携を発表した。EntroAir の顧客は、Ubuntu Mate がプリインストールされ、完全なサポートのついた、デスクトップパソコン及びノートパソコンを購入することができる。 他のハードウェアの取り扱いは後ほど発表される予定である Wikimedia Commons には Ubuntu Mate に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。